したいです。オリジナル曲かや輝く明日へ、輝く明日へという曲をお送りしました。これはセカンド CD にも入っておりますので、よかったらちょっと気に入っていただけたら、ぜひ CD を手に取ってみてください。そしてですね、私たち今日は外でやってるんですけど、ホールでワンマンライブをやることが決定しました。ありがとうございます。来年になるんですけど、来年の2月7日土曜日かなに、川崎にあります、ラゾーナ川崎プラザソルという、屋内のライブハウスかなでやりますので、ワンマンライブぜひぜひ。今日はね、おけを流しながらやってるんですけれども、もちろんピアニストとドラマーさんとギタリストさんから全部生が来てやるので、ぜひぜひ来ていただけたらなと思います。今日もチケット販売中ですので、ぜひぜひ見ていってください。よろしくお願いします。では、バロで最後のこのステージ最後の曲を演奏したいと思います。思い出になる前にという曲です。ハプニングに少々お待ちください。私たちですね、じゃあちょっと自己紹介させてください。
バイオリンとコントラバスのポップクラシックユニットとして活動しております。よく上大岡とか川崎とかで、路上ライブなど活動させていただいております。ですね、結成は1年前ぐらい、ちぃちゃんがやっていたこのポップクラシックに私も入らせていただいて、そこからね、ずっとクラシックばっかり私やってきたんですけれども、それからポップスというジャンルに足を踏み込んでですね、今まではもう楽譜の通りしか弾いたことがなかったんですけれども、自分で音を作っていったりとか、その場での雰囲気で音楽が変わっていったりとか、いろんなジャンルに触れて最近ね楽しくやらせていただいております。まだまだポップスとしては駆け出しなんですけれども、これから頑張っていこうと思います。よかったらまた、お見かけしたら声かけてください。よろしくお願いします。はい、では最後の思い出になる前にという曲をお聴きください。皆様の誰か大切な人とか、ちょうど想像しながら聴いていただけたらなと思います。ではお聴きください。
ありがとうございました、これにてバーテのステージは終了になります。この後は合同ステージですか。合同ステージです。4時からはい、今日の出演アーティストみんなで、合同のステージをやりますので、ちょっと寒くなってまいりましたが、時間の許す限り最後まで聞いていってください。ありがとうございました。バルテでした。